一番痩せる完全無欠コーヒーの作り方をお伝えしていきます。ある有名な実業家の方がこの完全無欠コーヒーを毎朝飲んですごく痩せたというね、あの有名な、まあ、完全無欠コーヒーなんですけれども、この動画をご覧いただきますと、よくある、まあ、レシピよりももうさらに簡単に作れて綺麗に痩せる完全無欠コーヒーを作ることができるんですね。で、この動画の最後で私が実際に実演してあなたにお届けしてまいりますので、ぜひ最後までご覧になられてください。では早速本題に入ってまいりましょう。そのまず材料、そして注意点、最後に実演でお伝えしてまいります。では早速材料です。1つ目、ホットコーヒーを1杯準備してください。これはブラックでお願いいたします。2つ目、 MCT オイルを小さじ1杯準備してください。たったこれだけなんです。で、よくこの完全無欠コーヒー、まあ、別名バターコーヒーと呼ばれているコーヒーなんですけれども、今回バターは使いません。はい。そして1日摂る目安、摂取量なんですけれども、3倍程度に抑えていきましょう。どんなに良いものでも摂りすぎてしまってはいけません。では次に行きます。注意点です。この MCT オイルについてなんですけれども、こちらちょっと小さい、見えにくいですね。 100% ココナッツ由来の MCT オイルを選んでください。なぜかと言いますと、この 100% ココナッツ由来であることが大事。なぜかというと、 100% 中鎖脂肪酸のオイルだからなんです。通常ある、まあ、ココナッツオイル、まあ、こういったものですけれども、約 60% しか中鎖脂肪酸含まれていないんですね。ですからそれを全部摘出して作ったのがこの MCT オイルなわけですから、必ず MCT オイル選んでください。ココナッツ由来ですね。そして2つ目、このオイル加熱しないでください。加熱してしまうと効果が減になってしまいます。では3つ目、取りすぎないでくださいなんですね。こういくら良いオイルとはいえ、やはりオイル油ですからカロリーが高いです。よろしいですか。でプラス、実はこのオイルものすごくお通じ良くなります。なのでもう頑固な便秘の方はもうぜひこのオイルを使って飲まれてくださいね。で逆にお腹が普段から緩い方は要注意です。取りすぎてしまうともうゆるゆるになってしまう可能性がありますから、ご自分の体調に合わせて摂取量控えてみてくださいね。では4つ目です。このような遮光タイプの瓶のものを選んでください。そうでないと酸化しやすくなってしまって、そもそもの効果が感じることができなくなってしまうからなんですね。さあここまで大丈夫でしょうか。今から実践してまいりますね。では先ほどお伝えしましたこのカップ1杯のホットコーヒーに、今からこの MCT オイルを小さじ1杯入れていきます。できますね。では測ります。結構小さじ1といってもね、結構量あるんですよ。見えますでしょうか。これぐらいです。ではコーヒーに入れていきます。コーヒーね、香りいいんですよね。でこのコーヒーも缶コーヒーとかではなくてですね、もう上質な、まあ、豆からドリップしたようなものを召し上がるとより効果がありますからね、ぜひお願いいたします。さあ入りました。見えますか、油が浮いてる。もちろん水分と油ですから分離します。なので気になる方はこうよく、もう私はですね、朝時間がないことがほとんどです。朝って慌ただしくないですか、バタバタしてて。もう特に女性はね、やることいっぱいですよね。そういう時にもうパパパッとこう作れるのがこの完全無欠コーヒーなんですよね。でもこれぐらいよく混ぜていただくと、うん、オイルの
浮いているのがもうほぼ小さくなってきて分からなくなってきましたね。見えますか？これですね。はい。でこのなかなか混ざらないのが気になる方は、まあ、電動ブレンダーなどを使ってよく混ぜていただいてもいいと思うんですけれども、もう私はしません。もう忙しいでもパッパパッと混ぜたらもうおしまいです。さあ出来上がりです。もうたったこれだけでできてしまうんですね。さあいかがだったでしょうか。今、お伝えしましたこの完全無欠コーヒーをポイントは毎朝一杯から飲んでいただくことであなたのその空腹をですね、まあ、要は食欲を抑えることもできるんですね。そしてその糖質を減らしてその脂肪を燃焼する効果がありますから、もうとにかく脂肪が燃えるスイッチが入る、しかもお腹が空きにくいというこのですね最強の効果を使っていただいてどんどん綺麗に痩せていくことができますよ。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのようなさまざまな健康法や腸活をお伝えしていくことで女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただいてどんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。